本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。世界では色々な出来事が起こっていますが、今日も元気に、堀口秀俊くんを、取り上げていきたいと思います。さて、少し前の話になるのですが、とある人物がツイッター上で、告訴状を提出しました、と発表しました。その人物は、誰の件で告訴状を出したのかは、明言していないものの、前後の流れからして、おそらく秀俊の件で出したのだと思われます。しかし本人が明言していない以上は、大前提別人、ということでお願いいたします。現時点ではあくまで、堀口秀俊が刑事告訴された可能性がある、という可能性の話です。それではその人物のツイートを引用しながら、話していきます。まず大前提として、話せることと話せないことが盛りだくさんなので、具体的なアカウント、対象は言いません。というか、言えません。確実に言えることは、私相手が複数のアカウントは、警察の監視対象になりました。記録が消せない SDカードで写真を撮りましたので、間違いありません。つまり私自身も嘘をついたら当然罰せられるし、相手方も当然、嘘脅迫恐喝行為を行えば法により裁かれます。これでようやく、同じテーブルの同じルールで戦う場ができました。そしてここに至るまでに時間を要したのは、相手方の退路を全て立っておく必要がありました。2週間プラス費用を要しました。昨日法人として告訴状を提出します。ではなく、しました。3時間の時間を要したのは、この件についての聞き取りが発生したからです。本件は自分の手を離れました。私にはこの結論がどう出るのか、もうわからない状態ということです。今後の展開次第では、なんか大事になるかもしれませんね。このツイートがあったのは、6月9日のことです。少し前の話ではありますが、この件あまり話題になっていなかったので、共有しておこうと思いました。誰に対して告訴状を出したのかは、ぼかしているものの、まあもうお察しでしょう。余談ですが、警察の方は、本当に親身になってお話を聞いてくださいました。本当にありがたいと思います。やはりもっと警察には予算をつけてほしいと思います。最初はいぶかしげだったのに、内容のひどさを理解していくと、だんだんと相手方を、呼び捨て、にしていったのがちょっと面白かったです。あくまでもし仮にですよ、ここで言う相手方が、堀口秀俊くんだったと仮定しましょう。ということはですよ、警察が堀口って、呼び捨てにしてたってことですか。いや、これワンちゃん警察が、秀俊って呼んでた可能性もあるかも。警察官にすら、呼び捨てにされる男、こんなんささ入るんだよな。もしかしたら、対応した警察の方も、秀俊に関する話を聞いているうちに、これはあまりにもひどいなと感じて、イラッとしてしまい、つい呼び捨てしてしまったのかもしれませんね。まあ警察も人間ですから、多少はね、嘘偽りなく、話をするので、自分の不利な点も当然お話しします。意外かもしれませんが、相手方の一人である、問題行為履歴事項全部証明書の公開、については直接の罪としての罰則はありません。これは弁護士と話をしていて理解はしていましたが、やはりという感じでした。簡単に言うと、黒塗り部分が多いので、誰が見てもわかる状態ではないので、刑法上で裁くのは難しい、という見解です。これは賛否あると思いますし、自分も納得がいかない部分もありますが、前もって理解していたのでショックはありませんでした。こればっかりは仕方ないですね。黒塗りで出されると刑事では無理みたいなので、別の方法で攻めるしかなさそうです。覚悟しろよ、堀口秀俊。じゃあ、まず真っ先に、罪に問われるのは誰でしょうか。刑法は様々ありますが、今回罪に問える可能性があるのは、刑法233条偽計業務妨害罪です。つまり相手方の投稿に煽られて、取引先へ突撃した方々、私は散々問い合わせ罪、と煽られていましたが、その点です。法律上では、業務運営を妨害する恐れがある状態が発生しただけで、妨害に当たるとされています。あらら、そうなんですか。それは知りませんでした。現段階ではあくまで、可能性の話ではありますが、そっち方面でいけるかもしれませんね。内容にもよりますが一般的には、個人に対する攻撃よりも、企業に対する攻撃の方が、法律で殴り返すときに有利です。これは当たり前の話で、個人を攻撃した場合と違って、企業の業務に支障が出ると、実際に物理的な損害が発生するからです。企業で働く複数の従業員の生活にも、影響が出る可能性もありますからね。企業を攻撃することはかなりリスクがある。そんな当たり前のことを知らずに、気に入らない企業を攻撃する方々もたまにいます。秀俊。よかったな。また一つ社会勉強になって、もし生 IP などで問い合わせをされた方々がいたら、どうなるかは私もわかりません。当然何かしらで引っかかる方がいたら、前々から書いていた通り法人として民事訴訟いたします。これは予告ですが、もう謝罪等では済ませません。裁判所は東京なので月1東京へ来ていただくか、弁護士とご契約ください。この流れは、大元のあいつに関しては、野放しになるのかな、と思いきや、次のツイートから一転構成が始まります。さて、先ほど直接の罪と書きましたが、直接の対義語は何でしょうか。間接ですね。刑法62条、63条に幇助犯という項目があります。刑法61条1項には、教唆犯という項目あります。その取引先へ、問い合わせを行うに至った経緯を、作った方はどなたでしょうか。これ以上は申し上げられません。流れ変わったな、歓喜。
いやー、一体どなたなんでしょうねー。ちょっと私には皆目見当もつかないですねー。許せませんね、そんな奴は。今から9時間以内に、5250万円払えよ。つまり、原因がなければ結果も生まれないわけで、問い合わせをする原因を作ったのが、誰かという話です。私の自業自得かもしれませんね。ま、これは誰かが判断するのでしょう。はい、というわけで、今後またしばらくしてから、何か動きがあるかもしれませんね。楽しみにしております。っていうか、堀口秀俊くん、いろんなところに敵作りすぎなんよ。そりゃね、相手が明らかにおかしいことをしていたら、徹底的に戦うのもありだと思いますよ。でも秀俊の場合は、明らかに戦う必要がなかった相手と、バチバチにやり合って、次々と長期戦に持ち込んでいってるんですけど、一体何がしたいんですかね。秀俊には破滅願望でもあるのでしょうか。さて次の話題です。堀口秀俊くんの秘書を自称する、例の謎の小手半が、また匿名掲示板に降臨しておられました。どんだけ匿名掲示板に入り浸っとんねん。こいつ、よっぽど気に入ってるんですね、あそこ。これはあくまで一般論ですが、自分の承認欲求を満たす場所を、もっと他に見つけた方が良いと思います。なぜ彼が匿名掲示板に入り浸っているのか、その理由を考えてみました。堀口くんはリプランを封鎖して、批判意見を全く聞き入れないタイプでしょ。だから耳の痛いことを言われるのや、批判が来るのが嫌なんですよ。95% の批判は無視するけれども、5% 未満の肯定的なリプについては、律儀に反応することもあります。つまり彼は自分に対して、肯定的な反応が欲しいのではないでしょうか。自分をすごい人間だと思わせようとする。普段使わない言葉を使って頭をよく見せようとする。そうやって背伸びしているのは、他人から認めてもらいたい。他人から受け入れられたい。そんな気持ちの裏返しです。偏った思想の人たちが集まる、便所の落書きみたいなところでは、彼をまともに構ってくれる人間が、ごく少数ながらいるんですよね。そりゃもう、彼からしたら、体操気持ちの良い場所でしょう。しかしですね、スレタイに暇のんとか、監査実施せずとか入れてるスレッドに、まともな人間が集まると思いますか。明らかに思想的に偏った、少数派の痛い人間が集まるスレッドです。もろちん、それを観察したい人も見ているでしょう。そんな特殊な環境で、よしよししてもらったところで、結局は傷の舐め合いにしかなりません。何の生産性もないです。匿名掲示板にいる人たちは、残念ながら、堀口くんの友達ではありません。ただひまそらあかね様や、その周辺人物のことが嫌いだから、そいつらと揉めている堀口くんを、かまっているだけのことです。つまり匿名掲示板の人たちは、堀口くんのことを、ラジコン程度にしか、見ていないでしょう。堀口くん、まだわからないんですか？あなたはただ利用されているだけです。匿名掲示板の人たちは、堀口くんが気持ち良くなることを言って、気分を上げさせることで、もっと戦わせようとします。誰も堀口くんのことを心配なんかしていません。誰も堀口くんのことなんか見ていません。彼らが求めているのは、あくまで敵に突っ込んでいくラジコンであり、堀口秀俊という人間そのものではないからです。要は周りでイレジエしてる、弁護士みたいなやつと同じようなものですよ。堀口くん、もし匿名掲示板でやり取りをして、それで幸せな気持ちや、満たされた気持ちになっているのなら、それは大きな間違いです。申し訳ないんですが、それはただの幻です。それは、まがいものの幸福感です。匿名掲示板の悪意によって、道具として利用されている、おもちゃとして扱われているという事実に、彼はいい加減気づくべきです。秀俊、お前いつまで、匿名掲示板なんかやってるんだよ。目を覚ませ、現実を見ろ、逃げるな。これだけ多くの人たちから、秀俊のやってることはさすがにおかしいって、全方位から批判されても、まだ気づかないんですか？異常者しかいないコミュニティに、逃げるなよ。確かにあそこは気持ちいいかもしれない。一時的な快楽は得られるかもしれない。でもな、あそこにいると、お前はどんどんダメになっていくぞ。本当にそれでいいのか？秀俊、人間というのは弱い生き物なので、放っておけば、楽な方へ、楽な方へと流されてしまいます。秀俊、お前将来のことを考えて、自暴自棄になってる面もあるんじゃないのか？何言ってんだよ。お前まだ25歳だろ。25歳ならまだ人生全然やり直せるんだよ。もう一度やり直してみろよ、秀俊。いや、秀俊の場合は、難しいかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。というわけで少し説教をしてみましたが、秀俊には通じない、と思った視聴者兄貴は、ぜひ高評価をお願いいたします。パンダ、さてそれでは、堀口秀俊くんの秘書を自称する、謎の小手半の書き込みを紹介していきます。なんかやたら強い口調で、オラついている書き込みが目につきます。なんか嫌なことでもあったんですかね。すっとぼけ。ちょうど証拠保全でノート記事を見たので合点が行きました。細かい経緯は忘れましたが、FYI として返信不要で DM を送っていた相手ですね。というかその後に自社の案件を打診した経緯もあるし、なんなら LINE 交換もしていましたね。当事者の事情もわからないのに、知ったような口を聞くな。でもこうやって細かい経緯を補足しても訂正されることはないし、どうせ謝罪もなさらないんでしょう。知った風な口を聞くな。ここ、強い怒りが現れていて、良いですね。警護区長からの急にこれですから、書いている途中で、唐突に怒りが込み上げてきたのかもしれません。しかし謎の小手半の暴走、
況は、まだまだ止まりません。文脈から私に関する言及だと判断できますよね。しかも吉峰さんは過去の発言もあります。ミスコン女性への DM、よく意味がわかりませんが誰であれフォローいただいた方に DM を送ることはありますね。あと、やめなさいよと命令してくるとか何様なんですかね。ちょっとした注意、何様の分際で、いずれにしても、細かい経緯も知らないくせに、言い分も聞かずに注意なんてありえませんよね。さっさと詫びろ。匿名掲示板で、いきなり謝罪を要求する男。変な奴しかいないスレッドでも、明らかに浮いてて草、もはや空に浮き上がって、空中浮揚してるレベルです。唐突に口調が荒くなる、特に最後の一行で荒くなる、という特徴がありますね。匿名掲示板でいきなり、さっさと詫びろ、とか言ってくる人、多分他にいないと思うんですけど。困惑。ところでじゃない、論点をずらすな。何も知らないまま他人に命令したことを詫びてから次の話題に移れ。めちゃめちゃ威圧的です。本人の小手半ってことがバレてるのに、なぜこんな高圧的にレスバトルしてるんですかね。どうせ謝罪もなさらないんでしょう。さっさと詫びろ。この言葉はそっくりそのまま、秀俊にバットで打ち返してあげます。暇空茜様に石を投げてて、最初に燃えそうになった段階で、さっさと誠心誠意謝罪できていれば、ここまでの事態にはなっていなかった可能性もあります。なんだろう、自分はまともに謝罪もできないくせに。訴訟もないことで、いちいち他人に謝罪を強要してくるの、やめてもらっていいっすか。あとそれから、他人に命令したことを詫びろ、だと、5250万円払えとか、ふざけた命令してくる奴には、言われたくねえんだよ。まずお前が詫びろや、おん、暇空茜様のツイートから引用します。やっぱ刺さって、カルシウム含まれてないから。卵の殻とか食べた方がいいんちゃうかな。うちので良ければあげようか。レシピの理論に間違いはないし味は最高です。見た目の問題などさまつではないでしょうか。これでもこの後テールスープを TKG にかけて食うという最終形態は配慮してアップしませんでした。人の飯を侮辱した罪は民事刑事で告訴状を提出し賠償していただきます。今すぐ詫びろ。このツイートに対してそろそろ擦りすぎて煙が出そうみたいなリプが来ていました。もう擦りすぎて煙が出ててそのまま火起こしできそうなレベルですね。古いネタですが彼の YouTube チャンネルを見るとわかりますけど堀口秀俊さんは 1.5 倍速で再生しないと聞きづらい視聴者のことを考えて自らあらかじめ 1.5 倍速にした喋り動画を上げるくらい余裕のある話し方をされます。堀口秀俊くんは2021年にアベマに出演した後 YouTube に動画を投稿なさっています。おそらくアベマに出演したから今 YouTube やったらバズるんじゃねみたいな考えで始めたのではないでしょうか。もしそうなら非常に浅はかな考えです。堀口くんはその動画でなぜかセルフ編集で再生速度を 1.5 倍速ぐらいにしています。おまけに喋っている時の間もやりすぎなぐらいカット編集しています。セルフで 1.5 倍速に編集する人なかなかいないですよね。私は初めて見たかも。彼は何か喋り方にコンプレックスがある、あるいは喋り方について過去に誰かから指摘されて嫌な思いをしたことがあるのかなと思いました。しかし 1.5 倍速ぐらいに編集したことで喋っているのがあまりにも早すぎて何を言っているのか聞き取れません。字幕があるから読めるんですけれども、それだったら最初から字幕だけで良いでしょ。秀俊本人が動画に出る意味があまり感じられません。視聴者のことを考えて視聴者が見やすいように 1.5 倍速にしたというよりは自分の都合で 1.5 倍速にしてますね。これなんでいつもそんな風に自分を飾ろうとするんだよ。秀俊、お前はそのままでいいよ。そのままの秀俊でいてくれ。っていうか変に自分を飾ろうとしすぎてもそれが逆効果になってしまうこともあります。 1.5 倍速の動画はまさにその典型例です。 1.5 倍速の堀口くんの動画を見て大抵の人が最初に思うことは何言ってるのか聞き取れないんだけど、こういった感想ではないでしょうか。まあ要するに変に着飾ろうとする前にまずは他人の気持ちを想像できるようになりましょうよ、ということですね。しかし不思議なんですけれども、特に目立った実績があるわけでもない、ただの一回の25歳学生が一体なぜアベマに出演することができたのでしょうか。例えば何か目立った実績があってそれがきっかけで番組に呼ばれたとかならわかるんですよ。でもそうじゃないでしょ。一体どういう経緯でアベマに呼ばれたんでしょうね。不思議ですね。これはあくまで一般論ですが、ネット上では次のような意見もありました。例えばジブリの新作映画が広告宣伝費を使わないとかで話題になっています。しかしテレビなどではほとんど報道されていません。このことからテレビ番組で映画やチェーン店などを紹介しているのはあれは実はほとんど広告なんじゃないかみたいな見方も出てきています。ジブリは広告費をテレビ局に払っていないから特集が組まれないのではないかという見方ですね。実際テレビ番組の出演オファーが来たら出演する側がテレビ局に対してお金を支払うというシステムだったという話があります。全部が全部そうじゃないでしょうけれど、中にはそういう仕組みの番組も一部あるようです。さてアベマの件に話を戻すと、もしかしたらアベマの出演枠が有料で取引されていて、それを高額転売する人間がいるのではないか。そして悪い大人たちが金持ちの家の子供に対してアベマなどの出演を取り付けてプロデュースしてあげるなどと嘘吹いて出演枠を高額転売しているのではないかと予想している方がいました。一体誰だよ、こんな推測ハラスメントをしたのは。
呆れ、堀口くんがそうだと言っているわけではないですよ。あくまで可能性の話です。いやー、どんなところにもビジネスがあり、お金を稼ぐシステムは存在するんですね。皆様もくれぐれも、搾取される側に回らないよう、ぜひ気をつけてくださいね。最後に自前の広告が流れます。めちゃめちゃ美味しい紅茶を、紹介します。ラクシュミー、極上蜂蜜紅茶、ティーバッグの紅茶で、紅茶自体も上質で、封を開けた瞬間に、ふわっと良い香りが広がります。ティーバッグ自体に、蜂蜜が入っているので、何も入れずにそのまま飲めちゃいます。紅茶自体が美味しいですし、そこに蜂蜜の優しい甘みが加わって、たまりませんわー。暑い時期は、アイスティーでも楽しめます。Amazon の販売ページにアイスティーの作り方が、書いてあるので参考にしてください。だいたい1杯60円ぐらいです。ティーバッグの紅茶にしては高いですが、ペットボトルのジュースとかを買うのに比べたら、全然安いですよ。ペットボトルの紅茶より断然美味しいので、ぜひ一度飲んでみてください。購入はコメント欄または概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。